はい、皆さんこんにちは、あちでございます。ディズニーランドのパート6ですね、PC88 です。やっていきたいと思いますね。ちょっとカンニングしてきましたよ。ジャングルなんとか、ジャングルクロス違ったっけ、あ、ジャングルクローズね、ここなんですけど、泳げるらしいです。ちなみにここはダメなんでしょうね、きっとね。スイム、川の流れがとても速くて溺れてしまいました。浮き袋を持っていたら助かったのに、ゲームオーバーですこんなんクリアゲームって言ったらまずいもんね。リセット、リセット。もう、あ、浮き分かってくんのね。いきなり死んじゃったけどね。さあ、じゃあね、バックできるのかな。お店に行ってね、よいしょ、はい、バックね。あ、バックは無理。まあとにかく瀬戸内海のとこまで行かないといけないんでしょうかね。私これ解いたんだけどね。まあ解いたと言ってもあれですよ、ノーヒントでは解いてませんね。覚えてないけど、解いたような記憶はあるんだけどね。で、バックですね。浮き輪買わないといけないんですね。はい、バック。え嘘でしょ嘘だろう。売店行けないのかい、もう。え、積んだ。ああ積むのね、これ。いや、参ったな。ということは、はい、そういうことなのね。どうしよう。一からやってきてもいいんですけど、かなり時間無駄になりますね。いっぺんここで切ろうかな。ちょっと短すぎますけどね。あ、ちなみにですねちなみにですね、この動画がですね、2000本、私上げた動画で2000本を超えましたねとうとう2000本超えちゃいました。ただ皆さんが私のプロファイルとかをもしね見れたとした時に、多分2000本とは出ないと思うんですよ。1940本50本ぐらいでしょうかね。ドラゴンソリア2ですね、非公開にした分の60本ぐらいがありますんでね、それが足されて私の方で2,000〜2,300本になってるんでね、今動画がね。というわけです。この話してもね、1分も間が持ちませんでしたね。まだ3分50秒ぐらいですけどとりあえずどうしようかな。どこまで行こう。一応売店からほんなら復活させましょうかね。というわけで、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。